皆さんこんにちは。神棚の里の斉藤蘭です。今回は神棚の里で初めてデザイナーと共同で開発した神棚、神様の棚シリーズをご紹介いたします。昔も今も私たちは天地の恵みと神様のご守護により毎日を過ごしています。神棚には一日の始まりに神様への日々の感謝と家庭の幸せをお祈りします。こちら実は神棚なんです。丸みを帯びた優しい形をしていますよね。現代の暮らしに合うように、そして神様を身近に感じることができるデザインの神棚です。神様をより近く感じる、毎日の暮らしに感謝できる、日本の神棚のある生活を振り返り、神様への敬いの気持ちを大切に、そのような思いで神様の棚シリーズを作りました。国産ヒノキを使用しており、その丸みのある形が優しさと温かさを表しています。まるで家庭を神様が温かく見守ってくれているようです。マンションなどにもぴったりな神棚で、特に女性のお客様から人気がございます。グッドデザイン賞2016を受賞したとっても素敵な神棚です。それでは神様の棚シリーズをご紹介いたします。神様のお宮、ぼてっとした形は石の丸みを表しています。石は永遠性の象徴としてお祭りされることもあります。そしてこの形は神様の丸く柔らかいイメージ。神様のお宮は伝統的な神棚の形を尊重しながら、シンプルで優しい形のお札入れです。そのまま立ててお祭りすることも、壁掛けでお祭りすることもできます。丸太、厚いヒノキ材をまん丸と贅沢に切り出して仕上げたお札入れ丸太、大黒柱のような存在感でいつも見守ってくれます。お札入れ本体を取り付けてからカバーするので、場所を選ばずに祀ることができます。壁にかけてお祭りする神棚です。神様のお宮ミニ、神社の象徴である鳥居がついていて安心感のあるお宮ミニ。サイズが小さいので、壁にかけても棚に置いても場所を取らずに空間を作ることができます。お札をしっかりとお祭りできるように透明のアクリル板で仕切られ、そのアクリル板が時折きれいな影を落とします。それは鳥居が続いているかのような不思議な奥行き感を演出しています。神様の棚、神棚は目線よりも高い位置にある場合が多いので、フォルムのイメージは雲、下をすっきり柔らかく見せるデザインになっています。棚の柔らかい丸みはシンプル、またモダンな部屋にもマッチし、より親近感を持たせてくれます。サイズは S、M、L の3種類ございます。神様の台、他の神棚や一緒に飾りたいものなど、神様の周りに置きたいものも多かったりします。ただ置くのではなく一線を画す、その畏敬の念から神様の台を作りました。ステージをしっかりと用意することで、置くものは一段と丁寧に見えます。神様の台は自由度の高い神棚です。サイズは S、L の2種類ございます。神様の棚、寝具、神様の棚シリーズに合う柔らかいフォルムの寝具もご用意しました。静岡、駿河の引物職人と漆師が一つ一つ丁寧に作成しています。材料は優しい表情を持つメープル材、少しずつ集めていただくのもまた
暮らしに潤いをもたらしてくれるかもしれません。純白の針箱に神棚の里のロゴが金で箔押しされたパッケージに収められているので、大切な方への贈り物としてもお選びいただけます。神棚の里店舗やオンラインストアからもご購入いただけます。以上、神様の棚シリーズについてでした。神棚の里ではご紹介したもの以外にも様々な神棚、神具を取り扱っています。店頭でご覧いただくこともインターネットでご覧いただくこともできます。またお店にご来店いただければ、スタッフが丁寧にご案内させていただきますので、神棚の里にぜひお越しください。こちらのチャンネルでは神社や神棚についての様々をご紹介しています。チャンネル登録、高評価をいただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いいたします。 LINE、Instagram、Twitter でも活動しています。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。斉藤蘭でした。